昨日、生田警察署の一日署長を務めたのは、男子プロバスケットボール B リーグ2部の神戸ストークスに所属する金田龍也選手です。金田選手は特殊詐欺撲滅キャンペーンのパレードに参加し、兵庫県警の音楽隊やボランティアの学生らと三宮センター街で被害防止を呼び掛けました。 いつもは自分に怒ってもおかしくないことなんで、まあ、そういったことを日頃から、まあ、自分の身の回りから気をつけるように、まあ、自分も行動していきたい。きた去年、特殊詐欺の被害が1224件確認され、過去最多を更新した兵庫県、被害額はおよそ20億円に上ったということで、警察が録音機能付きの電話の設置などを呼びかけています。